飛ばす。やっ、これでしょ。はっ、ラクラク、やるだ。はっ、や、終わりだ。非エンジン見とけよ。楽勝。はっ、まだまだ、やるだ。はっ、まだまだ、かかってこいよ。まだまだ、これで、まだまだ、いや、三連戦、これでも、ふっ、これで、ふっ、ラグ、楽勝。はっ、はっ、やった。はっ、な、楽勝や。楽に行こうって。三連戦。俺が本気だ。これでも。やるだ。ぶっ飛べ。はっ。ふっ、や。ラッシュ。やるだろ。なっ、や。じゃあ。これでも。や。な、ラッシュ。はっ、飛ばしてくぜ。ふっ、3連戦、やるだろ。うわ、復活、まだまだ、はっ、終わりだ。楽勝。いや、まだだ、飛んでけ。ふっ、飛ぶよ。これでも、ふっ、や、はっ、ぶっ飛べ。楽勝。はっ、や、やるだ。や、やった、楽に行こうって。まだまだ、いや、これで、はっ、楽勝、やるだろ。まだまだ、いや、ふっ、はっ、楽勝、ふっ、いや、これで、はっ、やるだろ。ふっ、まだまだ、ぶっ飛べ。非エンジン楽勝。はっ、飛ばしてくぜ。これでも、いや、なんだ、いや、あーっ、貫く、これでも、やるだ、これでも、3連戦、ふっ、これでも、はっ、ふっ、やっ、ふっ、うわ、復活、うわ、まだだ、やるだろ。ぶっ飛べ。飛んでけ。楽勝。や、楽に行こうって。これでも、いや、はっ、これで、で、3連戦、やるだろ、楽勝。
前、何してんだよ。え？お前だよ、お前。僕？ああ、そうだ。一人なのか。うん。だったら、俺と一緒に遊ぼうぜ。え？一人じゃ退屈だろ。君は？俺は橘朝日。立派な花にみんなを照らす朝日だ。僕は相原瑞希。瑞希？だったらお前は今日から俺の友達だな。どうして？当たり前だろ。俺は太陽、お前はお月様だ。だから終わらない追いかけっこをしようぜ。ねえ朝日。ん？漢字間違えてるよ。うん、知ってる。だけどありがとう瑞希。分かってるよ。秋葉原自警団は僕が生んだ妄想の存在だった。そしてもうこの世界のどこにも存在してないって分かってるよ瑞希。ずっと考えてたんだ、どうして僕の妄想が秋葉原自警団だったのかって。どうして僕のところに団長や明かりや葵が来てくれたのかって。ううん、違った。本当はただ考えるふりをしていたんだ。最初から分かっていたんだ。でもそれを認めたくなかった。だってそれを認めたら僕はいつまで経っても朝日に勝てないから。俺に勝てない？僕はね、ただ朝日に勝ちたかったんだ。勝つも何も、いつだってお前が勝ってたじゃないか。勉強だって部活だって、どんな時だってお前は俺より前にいた。お前は俺の自慢の親友だったんだ。そういうところだよ。どういうところだよ。朝日はね、恥ずかしがることなく自分の思いを伝える、そんな朝日が羨ましかった。だから僕はずっと朝日に負けてたんだ。朝日が言ったんだよ、終わらない追いかけっこをしようって。僕はずっと追いかけてた。目の前に昇る朝日を。朝日が妄想を壊すなら僕も妄想を壊そう。朝日より先に妄想を壊そう。朝日に勝ちたい、負けたくない、そんな思いが自警団として生まれたんだよ。でもね、そんなことで競っても僕は結局朝日に勝てなかった。追いかけてたんじゃなかった、逃げてたんだ、後ろから迫り来る朝日から。だから僕の負けだよ。これ以上朝日たちの邪魔はしないから。違うだろ、追いかけっこは終わらないんだろ。もう終わったんだ、僕は一生朝日に勝てない。だから終わりなんだ。そうやって逃げんのか。そうだよ。だったら逃げ切ってみろよ。どういう意味？一緒に来いって言ってんだよ。俺はお前を追いかける。だから俺から逃げ切ってみろよ。まだ終わっちゃいない、終わらせない。俺にはお前が必要なんだ。だから一緒に来てくれ。ずるいよ。来てくれるのか。いいよ、だけどこれで最後にしよう。そっか、新しい妄想が侵食したんだね。だから瑞希に協力してほしいんだ。朝日の仲間たちは？なんだか昨日の今日だし声かけづらくて。優しいのか冷たいのかよくわからないよ。それで管理局より先にレイジさんを見つけなきゃいけないんだね。でも朝日はどうするの？レイジさんの妄想を守るの？それはレイジさんは答えを探しているんだよね。だったら妄想を壊すしかないよ。
だけど違うんだ。なんかそうじゃないんだ。妄想を壊すだけじゃ意味がない気がするんだ。それはこんなやつ僕一人で十分だ。お前は手を出すな。どうして？いいから黙って見届けろ。後悔してからじゃ遅いんだ。止めよう。え？ジャンク通りだよね。急ごう。おい、水木。どうしたんだ水木。クレーンゲームなんか眺めてさ。懐かしいなって思って。懐かしい？団長にあかり、葵たちがいた頃、たまにゲームセンターで遊んだりしてたんだ。これも治安維持のための見回りだとか言っちゃってさ。そっか。そういえばね、あかりと葵が欲しがってたぬいぐるみがあるんだ。だけどここにはないみたい。見つけたところで意味はないんだけどね。だったら探しに行こうぜ。え？今からだって遅くはないだろ。ありがとう、朝日。それじゃ決まりだな。ジャンク通りのクレーン探求所に行こう。ここならあるんじゃないか。ここも懐かしいな。なんだ、来たことあったのか。うん、巡回しているときにね。こしゃくのやつめ、このストイックダインあかりちゃんに歯向かうとは。お姉ちゃん、全然ストイックじゃないよ。もう今月のお小遣い残り少ないよ。明かりがここから離れたがらなくて、次の巡回場所に向かうのに苦労したよ。その光景が思い浮かぶよ。団長も団長でさ、ムキになっちゃったりしてたっけ。明かりくんよ、ここは我らが団長に任せて先へ行け。このようなやつなど私一人で十分だろう。いざ尋常に勝負。団長。団長も明かりたちには甘いんだな。うん、それでこそ団長だったよ。だけどここにもないみたい。一体どこにあるんだろう。それじゃあ中古ショップで探すか。クレーンゲームの景品も売ってたりするしさ。せっかくだけどやっぱりね、自分で取りたいかな。そっか、なら次探そうぜ。ありがとう。中央通りのガセンなら見つかるかもしれないな。
ここならどうだ？あった。本当か？うん、あのぬいぐるみだよ。一つだけある。ドドメ色の入道カジカ。あかりの趣味がわからねえ。それじゃあちょっとやってみるね。ああ、待ってるよ。やった、取れたよ。で、いくら使ったんだ？500円玉を10枚くらい。ま、よかったじゃん。クレーンゲームに夢中になるのは僕も一緒だったみたいだね。あれ？なくなってる。どうしたんだ、あの人。あの、すみません、店員さん。はい、いかがされました？さっきまでそこにあったドドメ色の入道カジカってまだありますか？申し訳ございません、出ていたもので最後となっております。そんな、妹が欲しがってたのに。もしかしてあの女の人が探してるのは。僕、行ってくるね。あ、瑞希。そうですか、妹さんはまだ小学生なんですね。ちょうど今日誕生日なんです。それで8歳になるんですけど。あの、すみません。え？もしよかったらこれをどうぞ。これって入道カジカのぬいぐるみ？妹さん欲しがっていたんですよね。だからこれを渡してあげてください。だけどいいんですか？はい、妹さんが喜んでくれるのなら。誕生日おめでとうって伝えてください。あ、本当にありがとうございます。よかったのか？うん、これでいいんだ。だってきっとあかりたちもこうしていたと思うから。